はい、ルルカです。今回はね、ドンキさんが販売している NHK 受信料がかからないテレビ。まあ、ことね、まあ、テレビチューナーが入っていないこちらのドンキ TV で地上波を見ていこうかなと思います。はい、まあ、こちらのね、ドンキ TV に関しては、テレビチューナーが入っていないということで、NHK 受信料がかからないわけなんですけれど、まあ、実際問題ね、ここ最近、テレビチューナーが入っていないテレビでも地上波を見ることができます。簡単に言っちゃうと、地上波で放送されたものがネットで見ることができます。まあ、ルルカが入っているのはね、Amazon のプライムビデオだったりとかね、ネットフリックスに入ってるんだけど、まあ、こちらでもね地上波で放送されたものっていうものがアップロードされているわけなんですけれど、まあ、この2つに関してはね一応有料サービスになっています。まあ、なんだけどね有料サービス利用しなくても地上波でやっていた番組を、まあ、ネットでね見ることができるサービスってものがあります。まあ、それがね TVer と呼ばれるサービスになっているんだけど、まあ、それを使うことによって無料でねこのドンキ TV で地上波を見ることができますんで、まあ、今回はねそちらをダウンロードして、まあ、実際にね TVer 見ることができるか、まあ、その辺ね試していこうかなと思います。ルルカに関して、まあ、実際にねテレビを持っていませんので家でテレビを見ることがないんですけど、実家に帰ってねたまに見る地上波って結構面白かったりするんですよね。それこそ年始に実家の帰った時に、まあ、うちの実家にはテレビがありますんで実家でね見たテレビ番組非常に面白くて、まあ、家に帰ってきてからも、まあ、ネットフリックスだったりとかアマプラに上がっている地上波の番組を見るようになりました。もちろんね YouTube とかに関しても非常に面白かったりとか最近クオリティ上がってるんですけれど、やっぱねテレビはテレビの面白さがありますので、まあ、テレビチューナーを入れてしまうと NHK 受信料がかかるわけなんですけれど、まあ、その NHK 受信料ね払わなくても地上波を見る方法がある。そちらの方向でもねこのスマートテレビっていうものの優秀さをねお見せできたらなと思います。やっぱね NHK は払いたくないけど地上波見たいって方はいますからね。では早速 TVer の方をまず入れていこうと思います。まずはね、まあ、Google Play Store で TVer のアプリの方をダウンロードしようと思います。ドンキ TV に関しては以前もね別途動画で上げましたが Google Play でねアプリをダウンロードすることはできるんですけれど、スマホでダウンロードできるもの全てをダウンロードできるわけではありません。まあ、なんですけれどこのダウンロードできるアプリの中の動画配信アプリというところの一番最初ですね、一番最初のところに TVer 民放ってまで見えてるんですけど、こちらのアプリが入っていますんでこちらをねダウンロードしていこうと思います。 TVer 民放公式テレビポータル動画アプリということで、テレビ視聴なら民放公式テレビポータル TVer では普段ご覧いただいているドラマやバラエティアニメなどの番組をパソコンでも見れるってものになっています。こちらのをねドンキ TV にダウンロードすることによって NHK 受信料を払うことなくね地上波のテレビ番組っていうのを見ることができます。ということでねインストールしていきます。はい、インストールが始まりましたが、どうでしょうか。お、早いですね。もうインストール中って書いてありますが、ダウンロードもう終わったんですかね。はい、もう終わりましたね。思ったよりね、早くダウンロードして入れることができました。あくまで動画アプリというところになっていて、まあ、動画ね、そのものをダウンロードしてるわけではないんでね、かなり軽めでダウンロードができるみたいです。では、早速開いていこうと思います。はい、TVer って出てきましたね。そして TVer へようこそ。ドラマやバラエティなどのテレビ番組が完全無料で見放題、追加料金なしで見逃したテレビ番組を大画面で楽しむことができます。まさにねドンキ TV ね、スマートテレビとかだと大画面で見ることができます。まあ、こちらに関してはねスマホとかでも見ることができるんですけれど、地上波のねドラマだったりバラエティ見ることができるのであれば NHK 受信料がねかからないテレビと言って過言ではないんじゃないかなと思います。まあ、結構ね NHK 受信料かからないけど地上波もね見れねえだろっていう方もいるんですけれど、まあ、こんな形でね見ることはできます。では利用開始していこうと思います。利用開始には1分程度のアンケートに答える人があるみたいです。はい、下記をねお読みの上ご利用くださいということで利用規約へってとこでいきますね。利用規約、はい、まあ、利用規約ということで、まあ、結構ね長めにいろいろ書いてありますが、これに同意しましょう。まあ、とりあえずね全部見ていきますか。でこれで同意したら次に行きます。サービスの維持向上のためにアンケートにご協力ください。興味のあるカテゴリーをすべて選択してくださいということで、ルルカの興味があるのは、まあ、ビジネス、経済、ゲーム。何気にルルカはね、サプリとか大好きで、美容。あとはね、まあ、テクノロジー、ガジェットですね。一応ルルカね、ガジェット系にくくられるんじゃねえかなと、勝手にね、思ってますんでね。ガジェット系 YouTuber なんでね、一応ね。多分。テクノロジー、ガジェット。まあ、こんぐらいですか。あ、手堅くペットですかね。まあ、ペットは大体可愛いということでね、ペット。あ、一応ね、無回答ってのもあるみたいですね。こんな感じかな。はい、じゃあ登録します。登録する。で、アンケートにご協力ください。性別答えなきゃいけないみたいですね。男性、女性、その他ということで、まあ最近はね、男性、女性だけでくくれないんでね、その他も選択できますが、ルルカは男性でいこうと思います。男性。生年月日ということで、ルルカね、自称16歳と言っていますが、実際はというところで、ここ非公表になってますんでね。はい、とりあえずね、ちゃんと入力しましたんで、次に行きます。生年月日。で、あなたの他にこのアプリ、TVer を使う方はということで、まあ一応一人で使う予定かな。まあ一応ね、一人で使うでいいですかね。一人で使う。で、郵便番号をご入力くださいということで、これどうなんだろうね。まあ一応ね、ルルカ的にはちゃんとしたね、郵便番号を入力しようと思います。ちなみにね、ルルカ住んでるのは静岡市清水区のある場所になっております。ではね、郵便番号を入力したんで回答する。
はい。という感じで設定の方が終わりました。まあ、非常に簡単じゃないかなと思います。ドンキ TV の中にもともと Google Play が入っていますんで、そちらから TVer っていうのを探し出して、TVer、そこでね、ダウンロードできましたんで、ダウンロードする。まあ、あとはね、簡単なアンケートに答えると、もうね、始まる形になっているので、まあ、あとは自分がね、好きな、まあ、地上波のね、番組とかを見ればいいって形になっています。まあ、ちょっとね、試しにね、再生してみましょうかね。ルカに関しては地上波を見ていませんので、まあ、どんなのがね、今流行りなのかっていうのはわからないんですけれど、まあ、普通の何、バラエティみたいなものから、コナンですね。アニメまで。これで、間違いなくね、NHK 受信料がかからない状態で地上波を見ることができます。もちろん、すべての地上波の番組が見れるわけではなかったりとか、あとはね、1週間限定でしか見ることができなかったりとかするので、まあ、ルカが使ってるね、Netflix だったり、Amazon プライムビデオだったりとか、あとはね、まあ、Hulu だったりとか、各局がやってるね、サブスクサービスとかを利用すると、追加で見ることができたりとかするんですけれど、まあ、TVer だけでもね結構いろんなものを見ることができるみたいです。一応ねちょっとね再生してみましょうかね。画面に関しては多分モザイクもしくはねなんかの映像をね差し込むと思うんですけれど、とりあえず再生できるかね軽く見ていこうかなと思います。じゃあまあ著作権的にもそんなに厳しそうじゃないやつで、全国高校サッカー選手権大会でもねちょっと再生してみましょうかね。これが一応ね終了まで1週間以上ということで、まあ、結構ね長い間見ることできるのかな。1週間ぐらいしかね見れないものも多いみたいなんですけど、終了まで1週間以上あるみたいですね。では再生してみますね。再生する。はい、ここに関しては一応ねリアルタイムでやっていこうかなと思います。今ハーフウェイラインに青森山田の選手たちが並びました。はい、音が出てましたけどこんな感じですね。音は今ね消しました。一応音の消させてもらったんですけれど、まあ再生できますね普通に。どうでしょうか。で確かね広告とかも入るはずだと思ったんですけれど、今回に関しては広告とかも入らずに再生の方ができました。これはね高校サッカーだからかもしれないんですけど、まあとりあえず見ることができて、まあ、こんな感じでね、再生することができます。で、ちゃんとね、リモコンのがついていますので、決定ボタンで、まあ、一時停止をね、することもできるし、もちろんね、はい、こんな感じで再生することもできます。まあ、あとは、機能としては、飛ばしですね。地上波とは違って、今度に出てると思うんですけれど、こんな感じで、早送りとかもね、することができます。巻き戻したりとか、早送りすることもできますので、自分がね、見たいしに飛ばすこともできるんで、まあ、この辺も含めてね、地上波だとリアルタイムで見なきゃいけないんですけれど、まあ、こうやってね、ネットで見ることによって、ネットの強みを利用してね、見ることができるので、非常にね、便利じゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。NHK 受信料がかからないテレビ、っては言っているんですけど、実際問題ね、ネットを使うことができる、ただのね、モニターって言われてしまえばそれまでになっています。ただのモニターじゃんとか言う方もいるんですけれど、実際問題ねモニターを買うだけではこんな感じでネットでね動画を見たりすることはできません。 Fire TV スティックなどを購入すれば、まあ、設定すればね見ることができるんだけど、ドンキ TV であればね購入してまあ一応ね設定の方が必要なんですけど、設定することによってこちらをね購入したテレビモニターですね、モニターとリモコンを使うだけでね利用することができるっていうところで、そこだけでもね非常に利点になってくるんじゃないかなと思います。そしてね YouTube に関しても無料だし、こういうね TVer とかのサービスを使えば無料でプラスアルファでね地上波の番組を見ることもできますし、さらにはね外部端子もいろいろついてるんで、ゲームだったりパソコンの画面にも使うことができるので、かなりね使い勝手はいいんじゃないかなと思います。今後もね NHK 関係っていう部分も含めてにはなるんですけど、まあ、ドンキ TV に関してね興味を持ってる方もね結構いたりするみたいなので、まあ、ちょいちょいね動画の方にしていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいねコメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。次は NHK 受信料かからないテレビで NHK でも見てみましょうかね。